どうも。一月おめでとう。戦火にはいらっしゃい。どうも、おはようございます。おはようございます。電波と映像どうですか？ アンツさんはどつ？寒いな、しかし。電波と映像どうでしょうか？皆さん。こんばんは。完璧、新宿の時より映像切れ。マジか。よかった。桜満開だよ、桜満開。桜満開です。おでこ、広いおでこよく見える。太陽系、うるせえわ。桜がすごいね、綺麗だね。一服してから行こうか。薬草を吸います。帰りどうすっかな、マジで。帰りどうすっかな。寒いな。水場だから寒いね。もし音プツプツになったりしたら教えてください。コーヒー飲もうかな。これなんで電源切れるんだろう。なんでこれ電源切れちゃった。一人は寂しいな。旅は誰かと道連れって言うけど、誰かと道連れでやりたいな。はい、ワドツー。ワドツーです。誰か来た。心霊スポット巡りかな。今日は野宿かな？どうだろう？満喫あったら満喫泊まりたいなと思ってるけど。音はどう？聞こえる？音量どう？ちょうどいい？音量の具合。聞こえる？このくらいの声で。今のうちで調整するな。あ、風船20個ありがとう。音量ちょうどいいか、でかすぎるか、小さいか。ちょっと判断お願いします。聞こえる？大丈夫？はい、ワード2。リータンリードいらっしゃい。この時間だって誰もリアト2来ないよね。おう、マキルいらっしゃい。さっきの心霊スポットすげえ良かったのにな。もったいないね。超怖かったよ。超怖かった。戦火にはありがとね、ステッカー買ってくれて。初対面なのに。ありがとうね。支援してもらって。すげえ嬉しかったよ。これからもよろしくね。あ、なんでライト消えるんだろう、これ。なんで勝手に消えるんだ。ザッピングしながら見てた。うん。うん。あー、ありがとう。誰か来たね。イケメン風アングル。いやいや、下から撮ってるだけだよ。桜が綺麗でしょ。桜超綺麗だよ。ほら。満開。満開ではないな、こっちの方は。ちょっと寒いんだろうね。お茶がいいけどね。なんだろう。すげえ充電が勝手に切れる。電池変えたばっかりなんだ。なんだろうね。綺麗だね。
なら行きますよ。ぜひ会いに来てください。消えるな。電池切れたのかな。消えるな。でもつくんだよね。電池切れたらつかないよね。設定バグってんのかな。開けておかないといけないのか。霊感ないよ。桜いいね。車が止まってるけど。切れるな。なんだろう。そうだって。まあ、霊能力者でも何でもない。寒い、とにかく。なんだろうな。ちょっと待って、電池入れ替える。さっき買ったライトで電池も新しいのに切れることないよね。あれ？どっか行っちゃうの？閲覧500だから、パチスロ配信とあとなんだ？ F、500行ったのなんだろう。閲覧500は今最高記録で何回か出してるけど。ちょっと寒いね。ありがとう、ニュータロさん。もう行っちゃった。なんだろうな。電池なくならないよね、こんな早く。はい、アド2、ミュールいらっしゃい。夜更かしだね。随分夜更かしだね。電池切れたら心霊配信できねえかんな。おちびさんはどつ？どうも、こんばんは。こういう配信をぼちぼちやっていけば有名になれるかもね。どうだろうね。わかんないけど。俺としては、おお、活業はね、通報入ってダメになっちゃった。おばちゃん頑張ってる。心霊配信好き？あ、そうなんだ。心霊配信好きなの知らなかった。活業、すごかったよ、活業。超怖かった。お茶会議ついた、ついた。そうね、今バッテリーじゃなくて、電池の具合がおかしくて。お茶会議は私有地じゃないよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。今回大丈夫でしょ？何の音今。え？何の音？ああ、池か。すげえ、泳いでる、泳いでる。びっくりした。魚だわ。バサバサ言ってるから。ビビったー。公園？オッケーオッケー。魚跳ねた？びっくりした、今。遊歩道になってる。いや、一回来たことあるんだよね。プライベートというか、なんというか、配信者じゃない頃に。地元成田だから。もう大丈夫かな。それで OK かな。ライトがつかないと何も見えないよ。10秒で消えちゃうんだよね。電池買ったばっかだからそんなことないはずなんだけど、お前。何なんだろう。4000円もして、4000円するライト2つも買ったよ。1万円かけてんだぜ。旅配信。まあ、これ使えるからいいけど、今後。誰か支援してください。配信の資金のために。
こっちが高かったね。こっちが4000円で、こっち、あれ消えるな。なんで？電池切れた？こんな簡単に切れる？もう電池ないの？切れたな。電池だな、これ。何が何時間保証だよな。全然嘘じゃねえかよ。電池変えるわ。嘘つきだわ、この製品。このメーカー。全然嘘でしょ。センサーがあるとかじゃないんだもんね。何ルーメン？こっち側が、この、板みたいになってるやつが、これ、こういう風に光って、スタンドになるんだけど、これ何ルーメンだっけな？これが300ルーメンで、こっちが300ルーメンで、こっち側が1600ルーメン。これが。時間があれば食料くらいなら渡せるよ。マジで、差し入れは一応禁止になっていて、1000円支援していただけると、ステッカープレゼントっていう形で、現金が一番ありがたいですね。それかもしくは車出してもらえたりとか、宿泊先とか、いや家泊めてあげるよとか、シャワー浴びなよとか、あとなんだろう。まあ、現金が一番ありがたいんですよね、1000円。ほんと会いに来てもらって1000円がほんとありがたいです。ただ荷物になっちゃうんですよ、食料とか。だから、ほんと、金っていうわけじゃないんだけど、いろんな人から差し入れもらっちゃうと、あれなんですよ。すごい人数なんで。埼玉は通りません？埼玉通らないかな。だから、リアトズしてね、1000円とか、お金持ちの人はもっとね、2、3000円とかで、支援していただけると嬉しいですね。あと、ご飯をおごるとか、要は、荷物にならなければ、移動手段、宿泊先、ご飯をおごるとか、移動手段が一番ありがたいかな。ありがとうね。気持ちが嬉しいっすよ。気持ちが嬉しいっす、染谷さん。ありがとう。ただ、その、無限にさ、断ってるわけじゃなくて、本当に、大人数だと、ペットボトルとかいっぱいになっちゃうのよ。ドリンクとか。旅配信者ね、みんな結構言うの、これリアルなんだよ。その、現金が一番ありがたいステッカー、ね、ステッカーでお願いしますっていうの。例えば、ね、交通費だって、今日だけでも数万円飛んでる、数万もいかないからです。1万何歩か飛んでるんですよ。この突発的にライト買って、1万円 ?9000 円か。で、交通費で1万円 ?1200 円かかってんのね。だから、やっぱ金がないと移動ができないし止まれないから。うん。埼玉は通らないっていうか、あれ。通らないっていうか、その、いずれ行くけど、まだ行かないかな。まだ行かない。今、東金っすね。寒い。寒すぎる。マジで寒いな。壊れたのかな、うん、そうそう、身軽にっていうか、荷物がもうパソコン3台入ってる、総重量がすごいんですよ。あと、その、地元のメーカーとかも嬉しいんだけど、その、食べられるもんならいいよ。1個ぐらいだったら。でも箱でもらっちゃうとかさばるじゃん。で、ホテルで1人で食わないといけないから。そう。で、何人にも会うと。うん。まあ、できればね、現金支援とかアイテム支援が本当にありがたい。そう。みんなね、遊んでタダでやってると思ってるけど、結構大変なのよ。歩いてここまで来てるしね。あと、リスナーさんの車でね、大網から送ってもらったけど、小坂池まで結構距離あったもん。で、今日も泊まるわけでしょ、満喫で。金が本当いくらあっても足りないよ。どんどん、所持金がどんどん減ってるね。これで着くかどうかだな。バーガーありがとう。本州以外、いや、日本全国もあるよ。大阪駅に止まんないよ。
電池後で捨てねえと、これゴミは後で捨てよう。ゴミを捨てたらダメだからね。財布がオケラになったらって何？空になったらって？そしたらまあ旅なんかできないよ。だって俺家賃、新宿の家賃も払わないといけないの。中止だよ。失敗だよ。この企画を達成するにはみんなの支援が絶対必要不可欠だもん。また跳ねた。寝袋は用意した方がいいかもね。上着持ってきてない。超寒い。水場は寒いわ。ね、誰か止めてもらえるとありがたいんだけど。行くか、そろそろ。準備 OK？ 行く？今日暑い、明日暑い。マジか。金金してるように見られたら嫌だけど、やっぱ現実問題金だぜ。現実問題金は、そう、シビア。すごい。まあ、配信ね、見てるリスナーさんなら分かってくれると思うけど、例えば、こんな重さなんだよ。リュックも。パソコン3台、携帯電話、小銭、服、懐中電灯が増えちゃったね。あとなんだろう、重たいの。まあ、配線関係とか。ちょっと待って。こっちが先じゃない。電池切れだったっぽいね。PC3 台重たいけどね、配信続けるためだから。防水リュックだよ、これ。カバーがかけられんの。じゃあ映像と音声問題なければ手を挙げてください。いきます。OK でしょうか？ OK、リスナーさん。いきます。よし。ラグもないね。ちょっと待って、角度だけ。マイクはどこで拾ってんだろう。これかな。今ボフボフ聞こえる？いや、マイク叩いてるんだけど、ここで合ってる？マイク。あ、え？合ってる？そうだね。合ってる。オッケー。もうちょい下だな、角度。
この辺かな。行きまーす。よいしょ。延長ボタンを押します。延長したいんでアイテムください。延長したいんでアイテムください。お願いします。カバンはね、なんつったっけ。登山用の超いいやつだよ。23000円した。風船50個ありがとう。延長50円かかるんでアイテムお願いします。行きます。電波なくなったら教えてね。バーガー4個ありがとう。くるくるとか教えてね。バーガー10個ありがとう。ノースフェイスかな。パタゴニアじゃない。結構有名なブランドだよ。超有名な。イギリスのブランドって言われた。イギリスのブランドだって。うん、ありがとう。おやすみ。モンベルじゃない。なんだっけ。ハートブックありがとう。トモちゃんいつもありがとう。リキマロさんありがとう。風船10個ありがとう。ももさん。じゃあ行くか。パソコン重てえな、こっちのは。音は聞こえるんだよね。大丈夫だよね。行きましょう。マチルダありがとう。行きまーす。イノシシ出んの。こんなところでイノシシなんか出会ったら殺されるよな。いやー、サイン付きで、いやー、これは、まあ、配信道具なんで、一生ものかな。大切に使いますよ。一生使えるって教わったから。雰囲気あるね。じゃあ行きますか。パソコンを持って左手痛い。ごめんね。手ぶれがひどいよね。入ります。なんか建物ある。真っ暗だぜ。マジかよ。真っ暗じゃん。池だかんね、崖だかんね、こっち。ちょっと踏み外したら崖だよ。大阪池だね。電波あるかな？大丈夫かな？見れてる？ロハコさんと来たんだけど、この辺でもう、私はもうダメです。僕、転換起こしちゃってるんで、もうこれ以上歩けないんで、私は行ってくださいって言われた。この辺でね。見れてる。池だね。うん、この辺でもう、ロハコさんリタイアし。えって言って。2時間かけて車で来たのに10分でリタイアみたいな。似てるでしょ。よいしょ。うわ、桜が綺麗。桜のアーチだ。はあ、綺麗だね。ライトなくなるとまずいな。見れねえな、これ。ライト切れたらアウトっすね。満月か。
めっちゃめちゃな水で、やっぱこれ。めっちゃめちゃな道路。これ踏み外したらアウトだからな。まだ見れてる？あ、危ねえ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 、踏み外した。危ねえ。危ねえ、マジで今。滑った。あぶ。はめ上がり。うわ、ぬかるみすげえ。ごめんごめん。痩せったよ、今。沼だからさ。まあ、音でわかると思うけど、危ねえ、今。パソコンダメにするところだった。危な。ゆっくり歩こう。これ、右左どっちだろう。右左どっちだ。右左どっち行けばいい？ノバッチありがとう。テロップ変えるって何？右と左どっちだ？どうしようか。ごめんごめん。右と左どっち行こうか。神社があるみたいね。左行く？右行く？右か左か。どうしようか。こっち側に行く道と、これ左ね。左側と、右側がある。いや、両方とも神社らしいよ。八幡神社と、はさか神社って書いてある。左が八幡神社、1.6 キロ。1.6 キロ歩くの、こんな道を。左行くよ、じゃあ。左行きます。気をつけます。あぶ、何この道。獣道じゃん。やば。何この道。配信、何これ。いや、両方とも舗装されてなかったけど。何これ、狭すぎるだろう。めちゃめちゃだし。何これ。ベンチ。あ、滑るな。よいしょ。ベンチがありますね。これ道なの？こっち合ってる？これ違くない？こんな道だよ。これ違うっしょ。絶対違くない？逆行かない？逆行けません？これさすがに無理でしょ、こんなの。逆行こうよ。これ危ないよ。逆行くね。ああ、仕事を全然タイムシフト残すから、逆の方行くね。逆の方行きます。両方とも獣道だけどね。
ょっと道が危なかったんで逆行きます。登る方もあるんだ。登る道もあるんだね。さっき滑って死にそうになったんだよね。なんだこの岩。すげえな。なんだ。怖っ。なんだこれ。なんだこれ。森じゃん。風船100個ありがとう。なんだこれ。木。すごいな。いや、怖いよ。怖いけどね。行かないと。配信者だから。足場悪い。左手いって。バカありがとう。ロゴさんアイテム持ってんだ。これが回収できる。オッケー。ありがとう。すげえな、原生林が。いや、雨が危ない。夜っていうか。みんなが見えてるよりは明るく見えてんの、俺は。だけど、何が危ないって、ぬかるんでるから、べちゃべちゃなのよ。さっきもそれ滑って。それが、やばいかな。よいしょ。ブロックもまばらだしさ。もう枯れ葉が落ちてて、ぬかるんじゃってるんだね。めっちゃめちゃよ。要はもう、整備されてない杉色とか。音でわかるでしょ。すごいよ。何にも見えないよ。ほら。これは一人で来る場所じゃねえな。革靴じゃないよ。スニーカー。オールスター。オールスターだね。あ、コンクリートになった。まあ電波ある、大丈夫。電波ありますか。いや、革靴でも全然良かったんだけど。すげえな。マジで冒険だな。旅っていうか冒険だよ。下りの階段。え、誰？電波ある？みんな。すげえな。森だよ。電波ある。オッケー。こんな感じよ、みんな。こんな感じ。横は森。舗装されてるからいいね。これ昼間来たらハイキングにいいんじゃない？岩がすごいね。これ岩なのかな？ああ。やばいやばい、あー、びっちゃびちゃ、やっば、びっちゃびちゃ、うーわ、最悪。マジかよ。びっちゃびちゃ、食らったわ。
ああ、最悪。びっちゃびちゃでーす。最悪。びっちゃびちゃ。マジか。最悪だよ。何この雨の音。水の音がしない？なんで？水の音がすごいする。え、滝ある？何の音？いや、うわ！すいません。ごめんなさい。はい、すいません。あ、ごめんなさい。釣り人ですね。釣り人。びっくりした。いやー、夜釣りのスポットなのかね。寒い。いや、人びっくりするぜ、いきなり。こんな感じで。うわ、沼だ、ほら。これ全部沼。すごい。見えないか。伝わんないね。変な、いや、あそこに人いたらびっくりするっしょ。沼、大阪池だから池か。あそこに人いたらさすがにビビるっしょ、誰でも。うん。いや、釣りのスポットらしいんだよね、ここ。いやー、靴下までびちゃびちゃだ。最悪。釣り人は全然いいと、あ、ぬめる、ぬ、最悪もう。べちゃべちゃだよ。最悪だよ。雨の日は最悪。これ全部沼だよ。向こう岸見える？右回りっすね。いや、釣り好きな人は夜やるでしょ。朝方とか。この時間が一番釣れるでしょ。うん。さあ、いいね。池か。ああ、歩道がなくなりましたね。土に変わりました。これイノシシ出てもおかしくねえわ。ほんとに。これ外周どれくらいなの？俺はおならしないよ。うん。俺はね、歩きながらうんこ漏らすタイプだね。身を出す方だね。これ何なんだろう。ピンクの札がついてるね。何なんだろう。ぬかるんでるな。お墓があんの？こんなところで墓参りする？よいしょ。ダメだ、靴はやられてる。だいたい2、3キロか。いい運動になるね。いや、都会っ子じゃない、俺全然。成田だもん、地元。いや、お墓は人、ほら、人のもんだからさ。やめとこうよ。え？こっちに道がある。こっちに道がある。裏ルートだ、これ。絶対。裏ルート発見した。これ絶対裏ルートでしょ。あー、水が。ピンボケだけ直したいよね。だね、高低差が半端ないのよ。高低差が。俺、体バリバリ張るタイプだよ、もともと。なんか家雑談やってるイメージあるかもしんないけど、めちゃめちゃ体張る配信者で有名だよ。
配信大好きだから、リスナーさんが求めてることをガンガン仕掛けていくタイプ。声でかいよ。これ落ちたら死ぬな。いや、ここは怖いよ、ひたすら。うわ、滑る。来たらわかるよ。超怖えよ。これライト消したらこんな感じだもん。こんな感じだよ。見えないでしょ、何にも。まあ、さっきと一緒だけど。満月が見えるだけで、こうやって。満月が見えるだけ。これ、なんだろうね。水鳥かな。野生がいっぱいだよ。鹿？近いな。なんだろう。なんだ。この声なんだろう。野鳥多いね。自然の宝庫だ。樹海じゃないよ。まあ、樹海よりもひどいかな。樹海行ったことあるけど、道が舗装されてなくて、もう俺は靴がびちゃびちゃなのでテンションなえたよ。また上り坂か。上に休憩所みたいなのがあるな。休憩所があるね。素敵やん。じゃあここで出席確認取ります。手挙げてください。出席確認取ります。手挙げてください。うわぁ、水に満月が映ってる。超綺麗。水に満月が映ってるよ。ミルいらっしゃい。ヨウちゃんいらっしゃい。コッピースジエモンさん、プロリスナーさん、ママさんいらっしゃい。お？ニュートンさんいらっしゃい。ラクダさんいらっしゃい。リータンリードさんいらっしゃい。GJ さんいらっしゃい。ノバッツさんいらっしゃい。カレーライスさんいらっしゃい。ヤンさんいらっしゃい。アイオンさんいらっしゃい。リキマロさんいらっしゃい。アさんいらっしゃい。ともちゃんいつもありがとう。カオルくんいらっしゃい。初見さんありがとう。フォローしてね。竹丸さんいらっしゃい。ダイソンさんいらっしゃい。ぬこさんいらっしゃい。結構いるね。274名かな。ありがとう。行きましょう。クラゲさんいらっしゃい。よいしょ。お、森さんいつもありがとう。森さんいらっしゃい。俺も台本、あっ危ね、滑った、木の根っこで。ここ危ねえな、マジで。ユーティーさんいらっしゃい。危ねえ、マジで。死ぬぞ、これ、ほんと。足滑らしたら。俺も台本嫌いっすね。いや、大丈夫、大丈夫。うわっ！うわ、近っ。そこの、怖え。沼だからね、もう。そこ、池か。足元が池。隣が、左が。高さないから、落ちて死ぬことはないけど、ドボンだね。うん、池の方に滑ったらアウティーですね。ヘッドライト、ヘッドライトだとルーメン数が少ないのね。だから、これ1600ルーメンっていうめちゃめちゃ高出力だから、見れてる感じかな。もうほら、沼でしょ。沼っていうか池だよ、もうそこ。いやいやいや。
滑ったらやばいもん。これそっちじゃ合ってるのかな。これ木売ればいいのにね。高く売れるんじゃないかな。運べないのか。今度は上り坂です。今度は上り坂です。ただ怖さで言ったらさっきの場所の方が怖いね。活魚の方が全然怖い。今度下り坂かよ。高低差やべえな。下ります。下りの方が足滑らすね。なんか、もののけ姫の足坂の気分だよね。ああ、寝ていいよ、全然。なんか見えた？どっち側？どっち側？ヤンさん。なんか見えた？嘘？何にもなかったよ。今どれくらい歩いたんだろう。結構歩いた。何分くらい歩いた ?30 分くらい。くらっ。疲れる。ウォーキングだよ、ウォーキング。完璧なウォーキングだよ。すごい疲れる。電波ある？大丈夫？電波ある？だって誰もいないよ。ほら。そこでハーフか。もうちょいだね。もう誰もいないでしょ。あれ、またピントずれてるな。うん。ほら、大自然って感じだね。外周どれくらいだっけ？外周どれくらいって言ってたっけ？水の音がすごいな。4.5。 4.5 って結構あるぞ。あ、ライト消えた。ちょっと待って。ライト消えた。よし。あ、消えた、ライト。
マジかよ。電池交換したばっかなのにな。あれ消えてない？なんだろう。ライトが勝手に消える。え、消えた。なんだ？ライトが消える。なんだろう。電池交換したばっかなのにな。あ、消えるな、ライト。マジかよ。超困るんだけど。これ、ライトなくなったら帰れねえぞ、マジで。ライトなくなったらこんなだよ。見えないもん、視界で見えない。どうすりゃいいんだよ。電池買ってきてねえかんな。今手に持ってるライター2個持ってんだけど、単一3本の1600ルーメンと、今消えてる方は300ルーメンの単3電池8個だね。あ、ダメだ。完全に消える。ダメだ。やべえ。ライト一発死んだ。ライト一発死んだわ。くっそ。今何時だ ?3 時。マジかよ。ライト切れかよ。半端ねえな。電池さっき交換したんだけどね。電池交換したんだけど、なんでなんだろう。つれえ。登りつれえ、マジで。松明はね、湿ってるから無理でしょ。あれ、ライト復活したから。あ、消えた。あ！あ！あ！滑った。あぶね。死にかけたよ、マジで。やべえ、死にかけた、今。危ねえ、マジで。ライト、死んだ。やばいやばい、滑った。下り坂滑るね、やっぱ。気をつけないと。ライト、どうにかしたいな。ライトがつかないね、やっぱ。あとどれくらいでハーフだ、これ。持たねえぞ、こんなの。街灯なしはちょっと危なすぎるっていうか、危険すぎる。お、なんかでっかい道になった。桜綺麗だな、おい。桜綺麗。いや、ゆっくり歩いてんだけど、すげえ、ハーフだ、ここ。多分。桜超綺麗。満喫に泊まろうかなと思ってるよ。千ルーメン。1600ルーメンだね。今つけてんの。ここでハーフか。え、これどこ行ったら、その、道路に出れんの。どこ行ったらいいんだろう。真っ暗で見えない。街灯が欲しい。ここハーフだね。花見できるな、これ。公園？これ。ああ、ここだ、ハーフ。ここでハーフだ。ああ、桜のいい匂い。桜のいい匂いがする。ここでハーフだ。やっと半分かよ。ここでハーフです。よいしょ。
市内道路出れないよ。マジで。たださ、で、ライトつくのに出れるのか。ライトつくのに出れる意味がわかんなくない？今ついてるんだよ。消えないじゃん。いや、怖いよ。なんで消えたんだろう。ついてるよね、今。問題なく。今問題なくついてんのに、さっき消えたんだよね。バグかな？もう消えた。なんだろう。消えた。もうダメなのかな？ダメだな。つかねえ。あ、つかなくなった、完全に。満月超いい感じだな。あ、もう完全につかなくなったわ。電池取り替えたばっかりだよ。あり得る？こんなこと。電池今取り替えたばっかりだよ。電池入れ直すか。真っ暗だな、おい。クレイジージャーニー感出てる。どう？今の俺クレイジージャーニーっぽい。あれ、ショートした？なんだこれ。不良品かな？電池なくなるのいくらなんでも早すぎるもんな。早すぎるよね、いくらなんでもね。ちょっと機材トラブルだから、これ続けない方がいいな。これだって無理やもん。こんなん歩けないよ。無理だね。こんなん歩けっつっても歩けないもん。真っ暗すぎて。きついよ。なんでだろう。不良品かな。どうしたんだ。4000円もしたのにな。困るよ、使えないと。つかまされた。ついた。もう一発あるけど、これだけだと不安。こっちが切れそうなんだよ。こっちの方が出力でかいから。トラブルだね。治った。治った治った。よかった。逆になんだ、治るってなんだよな。治るってなんだよな。治る意味がわかんねえ。ライター。ねえ、明るいでしょ？こっちが300ルーメンの広角？要はこの板になってんだよ。板になってるから両面光るっていう。で、スタンドになってるから。うん。あ、いい、ライトも増えてもしょうないもん。俺、心霊配信者じゃないから。うん。接触風量か。ワンコさんいらっしゃい。今、小坂池ハーフだね。満月見る？満月すごいよ。超綺麗だよ。満月ほら。超綺麗でしょ。すごい映像じゃん。すごい映像じゃん。満月。うん。陰陽師みたいな顔。陰陽師っぽい。綺麗でしょ。浅田真央に似てるのはよく言われるかな。
よかった、ライト直って。300名も見てくれてありがとね。寒いよ。寒いよ。ベンチに座るわ。もう機材が重すぎて。ベンチ座らせて。よいしょ。ああ。ライト消したらどんな感じなんだろう。真っ暗だね。月明かりしかないね。コメントが見れない。靴びちゃびちゃだけどもう慣れたよ。洗いたい。なになに？え？なになに？地震？嘘？あ、鳥が騒いでんな、地震で。揺れてる？わかんねえな。すごいね、動物ってやっぱり。あ、そう。こっち全然揺れてない。鳥わかるんだね。びっくりした。多分鳥。鳥が急にめっちゃ鳴いたから。ギュ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 。地震予知ってできるんだね、やっぱ動物。予知っていうか、そう、感覚がすごいんだね。うん。でかかった。大丈夫みんな。カエルじゃなくて鳥だと思うね。多分。うん。なんで泣いたんだろう。あ、車来た。うん。いや、俺も最初なんだこのわめき声と思って。うん。おやすみ。動物はね、敏感なんだ。あ、ここ道路になってるんだ。誰か来たな。いや、新宿には帰らないけど。警察？またパトカーだよ。うん。またパトカーなんだけど。こんばんは。こんばんは。何されてるんですか？あ、今、心霊配信というか、生放送をしてますね。今、あ、消します？ちょっと待ってください。あ、いい、大丈夫ですか？はい。はい。ごめんなさい。あ、いいですよ、いいですよ。はい。あ、ちょっとカメラここにあるんで、映って、こっち側だと映んないんで。はい。消した、あ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？消した方がいいですか？あ、いいですか？はい。うん、こう。こんばんは。こんばんは。わかりました。はい。邪魔してすみません。あ、いえいえ。こんばんは。うん、じゃあ何で来ます？いや、歩きで。歩きで。はい。はい、今地震があったみたいですよ。なんか急にわーって鳥が騒いで、ざわざわ。で、地震があったみたいで。はい。はい。いい？携帯に回ってて、まさか一人とかなかったんで。はい。一人です。車がなくて。はい。ご苦労様です。とんでもないです。はい、どうもです。祝電じゃないっぽいよ。見回りがあるんでしょ、この辺。うん、同じ人じゃない。別の人。若い人だったね。でも漢字いいね。千葉県警漢字いいわ。
東金。交換持てない。なんか新宿とかありえないぐらい威圧してくるから。うん。感じいいよね、みんな。こんばんはってちゃんと言うし。そう。何されてるんですかみたいな。いや、でも遠くから来たかんね。見回りでしょ？パトロールでしょ？うん。見回り、見回り。で、ライトつけてるから目立つんだよ。さっきのは通報だったけど。行く県の順番決まってますか？とりあえず今千葉にいるから次茨城かな？ゆりさん。周り光ない。だって月明かりがこんだけ明るいんだもん。ライト消したらこんな感じだよ。こんな感じだよ。真っ暗でしょ。ああ、やべ。わかる？何にも見えないでしょ。何にも見えないでしょ。月明かりだけ綺麗だよ。ああ。あれ？ライト。ライト。ライト。ライトが落とす。危ねえ。こんばんは。みんな暖かいね。うん、東京は冷たいよ。うん、月綺麗でしょ。あれ、消えた。マジか。せっかく治ったのに消えちゃったよ。日本全国もありますよ。もしよかったら、リアトしてください。フォローしてください。消えるな。明け方までここで配信して待つ？東京の人冷たい。おい、何やってんだよみたいな。何やってんのお兄ちゃんみたいな。ダメだよみたいな。そういう感じ。もう上から。確実に上から来る感じだね。全力で上から。ポケット出せ、バッグ中身全部出せだね。で、まず上から注意してくる感じ。なんか、気をつけてよ、みたいな。なんか、めんどくせえな、みたいな対応の。威圧的っていうか。まず挨拶なんかありえないよね。なんで消えんだろうね。どうするこれ朝、ちょっと。勘弁してよ。あ、つかなくなった。ああ、参ったな。これライトないと歩けないよ。こんな暗そうだよ。寝れないから来た。マリアンいらっしゃい。マジかよ。明るくなるまでここで待とうか。明るくなるまで待ちますか。完璧死んだな。なんでだろう、まあ。どこ、おまりもさん、地元は。どの辺行けばいいの？近かったら言って、どこ来てって。こっち来てって言ってほしい。北海道ね、OK。頼むね。車出してくれたり、止めてもらったりするのが一番ありがたいかな。宿が、もう死活問題だから。着いた。電池入れ替えると復活するんだ。
群馬にもぜひぜひよろしくお願いします。これさ、明るくなるの何時ぐらいかな。東金の日の出で誰か検索してくんない？東金日の出で誰か、東金日の出何年か前、小坂駅で刺殺事件あったらしいから不審者ライト消しよう。ライト消したら何も見れねえもん。5時10分までここで配信してもいい？雑談配信ダメ？5時10分まで明るくなんないと無理だよこれ。オッケー、雑談してても厳しいもんがあるわ。手持ちの現金、いや特に現金縛りとかないよ。うん、5時11分か。雑談ここでしててもいい？ちょっとライトが不安、あの道だと。うん、ここで雑談しよう。旅っぽくていいじゃんね。旅人っぽくて。じゃ荷物下ろそうかな。バッテリーは持つな。大丈夫だ。ここで雑談しよう。大持って、こんなの背負ってんのかよ。で、出発はロハコ亭から？どういうこと？うん、おやすみ、見える。明け方までここでいいよ。そうそう、旅の記録はみんなと一緒に作るもんだからね。あれ、ピントがずれるな。テーマソングとかね。でもあれじゃん、あのなんだっけ、サル岩石も後じゃん。あの爆風スランプが BGM 作ってくれた。なら歌配信者とかは突でテーマソング作ってくれても面白いんじゃん。和道くんに作ったよって。七色侍とかね、エナタヌとかいるし、知り合いでしょ。風邪ひくなこれ。でもだんだん明るくなってきたかな。だんだん明るくなってきた。そう、さっきドンキで買ったんだよね。なんか旅人マントみたいなの欲しいね。マントが欲しい。そう、毛布になったりするようなでっかいマント。旅用の。これから暖かくなってくるからいいかもしんないけど、星が綺麗だなおい。空がだだっ広いよ。よく電波あるな。問題なく見れてる？映像も音声も。映像も音声も問題ないの？これ。電波結構ねえぞ。3本だよ。5本中。5本中3本だって。仕事何やってるかも聞かなかったね、そういえば。パチさん、風船ありがとう。バーナーコンロはさすがに火使うから注意されるっしょ。ハートプレゼントありがとう。問題ないんだ。すごいね。ありがたいわ。旅っぽいね。でも景色が変わるといいでしょう、やっぱり。ただ雑談するだけでも。
子供の頃からの夢がみんなのおかげで叶ったよ。うん、ありがとうね。スナフキン感出てる。ここでハーモニカ吹いたらスナフキンだよね。都会人の生活ではないよね。にしてみるとめっちゃめちゃだ。宿を確保してえな。すごい時代だよな。俺さ、映画監督になるのが子供の頃からの夢だった。旅人もそうなんだけど。だけど、こうやって映像の表現でさ、何でもできるっていうのは奇跡だよね、本当に。現代テクノロジーの。人のライフスタイルが変わっちゃうんだもん。ねえ。インターネット配信っていう職業ができちゃったんだもん、YouTuber とかさ。すごいことだと思うよ。うん、ありがとう、パチさん。作る作る、生涯に一本作るっていうのが俺の目標で、そう、すごい時代だよね。いや、最先端だよ。だから批判が多いんだよ。うん、いや、子供の頃何個夢諦めてきたかだよね。大人になるって夢を諦めた数だと思ってんの。あ、俺は子供なんだよ、32になって。ガキなんだよ。本来はさ、もう子供もいて家も持ってないとおかしい年齢だから、そろそろ家買うかなんてさ、結婚ももちろんして。子供だからだ。でもね、もし若い子を見てたら、先輩方は別に言うことないけど、もし10代の子とか、ね、家に引きこもってる子とか、夢がない子とか、いじめられて死にたいと思ってる子がいたら、メッセージがあるんだけど、人生思った通りになるから。本当に思った通りになる。俺は中学校の頃思ってた今32歳自分になってる。悪いこともいいこともいっぱいあるけど、予期せぬこともいっぱいあるけど、悪いことだけじゃなくて、諦めなければその通りの人格になるから。まだ夢の途中だけど、スタートラインだけど、それは約束できるよ。だから諦めないで。自分の人生の幅を狭めないでほしい。勇気だけだな。本当に怖かった。自分の生活を。だってさ、バイトしたりしてれば楽じゃん。嫌な仕事かもしんないけど、楽なんだよ。人にね、言われることやってればいいんだもん。でも、明日、アイテムもらえる保証ないんだよ。そう、配信者って。
今まではさ、囲いさんが支援してくれてたから今まではなんとかなってるけど、俺より面白いやつなんか5万といるんだよ。でしょ？世の中には。面白ければいいって問題でもないしさ。難しいよ。面白いって何なのかって。俺はね、その、おぉ。俺は、その、配信者っていうカテゴリーは実は、プライド持ってるんだけど、配信者じゃないんだよ。その、配信者って実はね、なんて言えばいいんだろう。その人の生き様を見せる仕事だから、なんつうんだろう。その、芸人とかとは違うんだよね、やっぱ。笑い一個取るだけじゃダメだし、絵を描くだけじゃダメなんだよ。逆にね、もう人間勝負みたいな。カメラで映してるだけじゃん。配信者って言っても。だからすごい、なんつうんだろう。多ジャンルっていうかね。むしろ人間そのもので勝負しないといけないもんだと思ってる。人間勝負っていうかね。自分が武器だから。カナリアさんはどっち？リスクしかない。でもね、何が一番リスクか教えてあげる。何もやらないこと。何もやらないことが一番のリスクだと思ってる。安全だよ。安心だよ。何もしないんだもん。だから、生きるってこととか、何かをやるってことは全部リスクなんだよ。そう。ただリスクは絶対何かにつきものだから、行動を起こしたら全部リスクだから。はい、ワドツ、コリンセイラじゃ。わからなくてもいいのよ。何言ってんだこいつでもいいのよ。でももしかしたら300人の中の一人に響くかもしれないんだよ。でしょ？ 300 人の中の一人の人生変わればそれでいいと思ってるから。何カッコつけてんだこいつでいいんだよ。そうそう、リアルリアル。まさに。ゆきさんの言う通りなんだよ。ザ・ヒューマンドラマっていうかさ。ただ、その、台本とか編集とかがないから、その生き様勝負っていうか、もうほんとリアルタイムの対話なんだよ。ごまかしが効かないっていうか、星が綺麗だな、おい。だってさ、俺が今どういうところにいるのかって、ライトアップされてるからさ、あれだけど、画面40度傾けたらこんな世界だよ。カメラの角度ちょっと変えたらこういう世界だよ、みんな。わかる？リアルでしょ？真っ暗闇の中で俺は一人で語ってんだよ。俺は視界に何も映ってないんだよ。それくらいね、闇の中で今配信をしてるわけよ。わかるかな？このリアリティ。深い森の中にいるみたいな感じ。フォローと通知。フォローっていうのは、フォローボタンを押すと、要はなんていうのかな、トップページ開くじゃん、ふわっちの。そうすると、俺が放送やってる時に上に来るの。要は、なんつうんだろう、上位に表示させるのよ。だから、自分がふわっち起動した時に、ワドの方が上にあるから見つけやすいの。俺の放送。だから、ふわっちを起動した時に、あ、ワドやってるからワド見よって思いたい人はフォロー。で、俺はフォローされると嬉しい。で、通知っていうのはもっと上の状態で、アプリとかパソコンでピコーンってなるの。ワドの放送始まったよ、ピコーンってなるのよ。だから、絶対見逃したくないとか、ワドの放送は絶対チェックするっていう、フォローの上が通知。だから、もうワドを絶対追っかけるわっていう人は通知するし、ワドのことを、その、ふわっち、アプリ起動したときに上に表示させたい人は、フォローです。OK。高弘さん。だから、俺は両方ともやってもらいたいけど、仕事中とかにピコンピコンになったらうざいじゃん。そう。そうそうそう。初見全然大歓迎ですよ。ぜひフォローしてください。リスナーいないと配信なんかね、意味ないんだから。大歓迎ですよ。みんなフォローして。
お疲れ様、ふわりんさん。明け方を待ってます。太陽が昇って、あったかくなるのを待ってますね、今。うん。ごめん、読めない。もう一回書いて。土の仕方は？もう一回書いて、日本語で。フォローボタンの隣に通知ボタンがあるはずなんだよね。ベルボタンが。それを切ればいい。通知とフォロー両方やってもらいたい。通知の仕方は、通知ボタンっていうのがフォローの横にあるはずなの。画面の横に。そこをベルを押せばいいだけ。うん、できれば、旅配信本当お金かかってるんで、アイテムで支援してもらえると嬉しいんで、アイテムよろしくお願いします。おまんま食っていかないといけないんで。OK。高弘さんありがとう。ぜひ、一人じゃ何にもできない弱い人間なんで、アイテムよろしくお願いします。風船ありがとう。冷えてきたな。いいな。風船はね、俺にお金になるの。アイテムをもらえばもらうほど僕の収入が上がるんですよ。で、花火っていうのが一番いいやつだから、例えば花火1000円かかるのね。みんながアイテム購入するの、俺に500円入るの。だから旅を続けて交通費であったり、まあ今住んでる家賃もほっぽり出してきたから、払わないといけないから、もし、お金稼げなくなると配信ができなくなっちゃうんですよ。バカありがとう。風船ありがとう、ヤクマンさん。もし応援していただける人はね、アイテムで応援してもらったり、してもらえるとありがとう。ハートありがとう。ともちゃんいつもありがとう。ナマズさんいつもありがとう。寒くなってきたな。冷えるな。うん。どうも。巡査長いらっしゃい。さっきフォローしてくれてありがとうね。今ね、ちょっとライトが不安定になったから、明け方を待ってますね。風船ありがとう。薬丸さんありがとう。米、かけ、ない。米かけない？なんでだろう。いや。おー、3B5 さん、プロダクションさんありがとう、風船5個。ちなみにね、風船は10個単位で俺にお金になるから、数を合わせてもらえると嬉しいね。ローマ字になる。パソコンの再起動した方がいいかもね、高弘さん。パソコンか携帯。あ、直ったぞ。できた。300人いればみんな、そうだよ、みんなが100円くれたら300人で3万円だもん。まあ、俺に入るのは1万5千円だけど。風船ありがとう。ね、100円払う価値のある放送できるように頑張りますよ。100円だったらね、ゲームセンターで5分で終わっちゃうでしょ。それよりも全然時間潰しになるでしょ。金の話ばっかりではないと思うけど、今金してるかな。寒いな、しかし。ああ、ツイッターのフォロワーも増えてるわ。ありがとう、みんな。
ツイッターとフェイスブックありがとう、フォロー。パチさん、風船チョコありがとう。そうそう、フォローの横のボタンが通知ボタンです。寒くなってきたわ。多分足が濡れてるからだろうな。冷えてきた。一日。寒い、冷えるわ。寒い。まだ寒いね、4月は。動いたら体温まるかも。シャドーボクシングでもする？シャドーの練習するじゃん。トレーニングする？トレーニング。それじゃ見えないでしょ。だってみんなこれじゃ見えないでしょ。寒いわ。毛布が欲しい。ドラえもんがいたらな。見えないよね。めちゃめちゃ寒い。東金今何度なんだろう。寒い。マジで寒いな。息白いもんね。寒かったよ。太陽が目覚めたらあの海へ行こう。寄り添って雪解けを泳ぐクジラみたいな。まだ誰も知らないあの空の果てはきっと眩しすぎるガラスの扉。暗記はできないよ、ファッチは。暗記はできないね。息白いの分かんないか。見えないかな。また車来たな。また車来た。なんだろうね。また警察かな。差し入れはね、荷物になっちゃうから
できれば、その現金支援でリアドしていただいて、ステッカーお配りしてるんで、その方がありがたいですね。また車だ。また警察かな。ステッカーはね、1万枚はないよ。うん。あ、いや。あ、普通の乗用車だ。おお、タヌキだ。タヌキだね。ああ、さあ、見え。見えてる？電波ある？みんな。タヌキ、タヌキ。警だ。警察じゃないね。今、引かれそうになった。寒い、マジで。めちゃめちゃ寒いよ。タヌキってコメントあるってことは見えてる。電波1本しかない。見れてるかな。なんで電波減ったんだろう。電波が1本しかない。見れてんのかな。3本見れてる。米止まったな。いけてる。上りは大丈夫なんだね。ブレンディも見えてる。寒い。もう千葉にいるよ、ダンボールさん。どうしよっかな。明日どこ行く？どうしよっかな。綺麗に見えてる。ありがとう。車行っちゃったか。そうだね。ありがたいね。閲覧300。ふわっちが盛り上がってきて嬉しいよ。このサイト大好きだから、俺。このサイトのおかげでね、俺食えるようになったから。そう嬉しいよ。野宿っていうかね、心霊配信やってたんだけど、ライトが不安定だから、道がぬかるんでるから、休憩所で今、明け方になるまで待機だね。明け方になるまで待機してる。明るくなったら戻ろうかなと思ってるけど。そうそうそう。寒い。乾かしてえな。誰かね、東金リスナーいると嬉しいんだけど、迎えに来てもらえると嬉しいけどね。予想気温10度。今何度なんだろう。超寒い。ライト壊れたのかな。接触不良かな。どんどん寒くなる。動いてないからか寒くなってんのかな。体温下がってんのかな。動いてないからかな。参ったね。でも、ほんと旅は不便だね。いや、寒い寒い、マジで。旅は不便を味わうものっていうのはまさにこのことだね。あったかい布団、
あったかいご飯、仲間、孤独ですよ。配信がね、ついてるから、みんなと会話ができるのが嬉しいけど。はぁ、寒い、息白いよ。映ってないけどね。足キンキンに冷えてる。焚き火はさすがにここだとまずいかな。あと雨降った後だから湿ってるんだよね、木とかが。焚き火できる状況ではないね。怒られるよ。誰か千葉県のリスナーさんいませんか？東金付近のリスナーさん。迎えに来てくんねえかな。寒いマジで。俺閲覧トップ今。もしかして。付近はもう何もないね。やべえな、これ。風邪ひくな。この辺なんもない。やべえな、あと夜明けまでどれくらいだ？マジで寂い。夜明けまで1時間20分。死ぬぞ、これ。死にはしねえか。風邪ひくな。寝袋あったらいいんだけどな。寝袋ガチで考えないとね。リスナーさんがね、もしここでワドって来てくれたら神ってるけど、そんなうまい話ねえよな。そんなうまくはいかないよ。寝袋があった方がいいね。料理するなら空き靴がいいかな。いや、寒いな、本当に。死んじゃうよ。冷たい。足がもうずぶ濡れだからキンキンに冷えてんだよね。ちょっとまずいな。うん、おー、高弘さんどうも。うん、あったかい布団で寝るありがたみがわかるね。歩いた方があったかいんだけど、もう真っ暗だから見ての通り。足踏み外してこけそうになったの3回ぐらいあったから、今コンクリの上だからさ。うん。ありがとう。今はね、東金っていうところにいる、おじゃが池っていう。東金の小坂池ですね。千葉県です。場所移動は危険。ここが一番安全。もう何にもないから。森の広場っていうか、こっから動いた方が危険。もう今ベンチに座ってんだけど、それができないと思う。今動いた方が危ないよ。
家で寝ないの。家だと新宿だもん、俺。旅人だからさ。旅二日目。地球は俺の家だよ。関西行きますよ。いいサムネだね。名古屋も行くよ。リアドしてね。ぜひ。リアド、支援1000円してくれた人には、プレゼントがあります。1000円してくれた人には、このステッカーをプレゼントするんで。今見せるね。どこか。このね、ステッカー持ってきたんで。1000円につき、このステッカー1枚プレゼントします。よろしくお願いします。日の出はね、5時10分って教えてもらったから、5時10分まで動けない感じかな。さっき1000円支援あったね。ぜひぜひ、お願いします。今何枚売れたんだ。今ステッカーはこれ非常事態の時に使おうと思ってるんで取っといてるんだけど、今ね、ちょっと待ってね、今いくらあるかな、ステッカー。近くの人ね、なかなかでもね、日本全国で300人しか見てないわけだからね、1万人とか見てたら近くにいるかもしれないけど、1万8000円、18枚、ありがとう、みんな支援してくれて。1万8000円です。いや、移動ができないんだよ、もう。満喫までもう7キロとか、そういう距離だから。うん。ふわりんさん、岩手行くからね。よろしくね。これは、旅の資金で重要なお金なんで、いざっていう時に使わせていただきます。ありがとね、みんな。寒いな。ツイッターでつぶやいてみるか。あと1時間の辛抱だけど、ツイッターでつぶやいてみるわ、ちょっと。ツイッターでつぶやきます。さすがにきつすぎる。
ツイートします。今千葉県、まあ、千葉県東金市、ツイートしました。誰かリツイートお願いします。誰かに引っかかる可能性があるのでリツイートしていただけると嬉しいです。僕の今のツイートリツイートお願いします。東北はまだまだ寒くて現在5度、下に出した時はできる限りバックアップしますので、くれぐれもありがとうふわりん、リツイートお願いします。ああ、引き厚さんありがとう。引き厚さんいつも見守っててくれてありがとう。大好きです。寒いね。千葉からね、北海道の方に向かおうかと思ってるね。風呂入りたいな。東北、東北じゃないよ、千葉、東金、千葉県の東金市。風呂入りたいね、風呂入りたいね。西の方はまだかな。こんな時は歌を歌おう。寒い。寒い。足がすごい寒い。私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた。お、引き厚さんありがとうございます。子供と突き飛ばした女の薄笑い。パフェありがとう。花火ここありがとう。ひやつさん大好き。チュッチュッ。私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を、震えながら喉を追って行け。
暗い水の流れに打たれながら魚たち登ってゆく千葉の東金です。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、ファイトって言うた。にゃお、にゃんこ来たの？にゃんこ来た？おいで、にゃんこ、にゃんこ、おいでにゃんこ。にゃんこ来たの？にゃんこおいで。寒いね。暗い水の流れに打たれながら、魚たち登ってゆく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ、流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけて、そんなに痩せこけて、魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない。それでもとにかく戦いの出場通知を握りしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。白城門が田舎の町に、後足で砂ばかる、砂ばかけるって言われてさ、出てくんならお前の身内も住めんようにしちゃるって言われてさ、うっかり燃やしたことにして、やっぱり燃やせんかったこのキープ、あんたに送る剣も取ってよ、滲んだ文字東京行き。サミファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。私男だったらよかったわ、力ずくで男の思うままにならずに済んだかもしれないだけ。私男に生まれればよかったわ。ああ、小魚たちの群れ、キラキラと。海の中、国境を越えてゆく。諦めという名の鎖を、身をよじってほどいてゆく。24時間じゃないよ。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。旅楽しんでるよ。ホテルまでもう1時間ぐらいかかる。今動いたらやばいね。暗くて歩けない。
今テロップちゃんと確認しましたが、リア凸の際差し入れは NG なんですね。そうなんですよ。9人達成したよ。なんだろう。大都市行ったらもっとペース上がりそう。どうだろうね。寒いまし。足が痺れてきた。ああ、格闘技の人っていうか、格闘技の大会に出るの。おはよう、愛国さん。寒いまし。コインランドリーで靴乾かしてえな。ドライヤーとかで。夢は遠く、時に深く、僕の中で消える衝動。今もなお青く光る、僕は立ち止まっていた。出るよ。人待ちっていうか、リスナー待ちだね。No, I cannot notice anything of time. I cannot notice anything. だってこの辺民家ねえもん。No, I cannot notice anything of time. あの時時止まっていた。あなたの声さえ聞こえなかった。青すぎた僕の衝動。帰ろうか。帰れない青春という名の日へ。帰ろうか。帰れない青春という名の日へ。帰ろうか。帰れない僕は立ち止まっていた。過ぎゆく時の流れ。こんばんは、寒いよ。寒いよ。うん、現金の差し入れは、支援は受け付けるけど、物とかドリンクとかはいらないよっていう意味ね。うん、そうだね。ありがたみわかるね。布団とか、お風呂とか。満月が、でっかいよ。うん、今ね、足がずぶ濡れで、足がキンキンに冷えてんだよ。あー、きつい。帰りてー。うん。失礼な話、リア凸で支援金しても現金なら受け取り大丈夫です。あ、そういう意味です、そういう意味です。そう、支援していただいた方には、1000円支援していただければ、プレゼントがあります。1000円につき1枚プレゼントしてるんですけど、このオリジナルステッカーを1枚プレゼントさせていただくので、支援していただける方が正直ありがたいです。今回のライトとか、ライト2発9000円とか、交通費が1000円かかって、今日だけで1万円かかってるんで、うん、販売はね、路上販売が法律で禁止になるんですよ。それでリア凸で警察呼ばれちゃうんで。うん。最初無料なんか言ってないよ、俺。寒い。旅人になるなら今なんだ。いい感じでしょ？結構デザインかっこいいでしょ？うん。グレーゾーン攻めてるって言い方。まあまあまあ、生きるのに必死なんだよ、俺も。うん、山手線、寒い、マジで。こきつ。あ、開けてきた。夜が明けてきた。明るくなってきた、向こうが。太陽が来た。太陽来い。明るくなってきたな。満月の反対が、満月沈んできたね。うん、まあ、遠方の方の支援はアイテムでお願いします。
公園で頑張ってた頃、お前は好きだった。今見たら小好きか、嫌い。小好きっていうか。さあ、見え。無料でさ、全部表現できるわけじゃないんだよ。コート着てくればよかったね。無料でできるわけじゃないんだよ。そこは分かってよ。何でもかんでも無料でできたらさ、俺だってやりたいよ。みんなに無料でやりたいよ。でもね、これを無料で見てるっていうのは、誰かが支援してくれてるから見せられるんだよ。だからそんな悲しいこと言わないで、高弘さん。今なんで高弘さんが無料で見れてるかっていうのは、今まで応援して支援してくれてる人のおかげなんだよ。金太郎。何？敬老を見ない。夜明けまで頑張るわ。誰かの犠牲の上でしかできない配信しかできないの。だけどできるよ、家の中で。ずっと、ね、何もしなければ。家の中でずっとね、雑談してれば、できますよ。息白いのわかる？わかる？寒いよ。欲をかくな。でも俺は配信で食ってきたいのが俺の夢だから。でも別にみんなに1000円払ってってわけじゃないから。強制をしてるわけじゃないからさ。生ポはね、春うららさんいらっしゃい。生ポは1月の1日でやめました。寒いね。いや、寒がってるとは本当に寒いんだって。まあ、いろんな考えの人がいるからさ。そこは、怒る人もいれば、頑張れよって言ってくれる人がいるのが、まあ、配信だからさ。さあ、いえ。まあ、乞食というふうに捉えられても、ね、配信者で、プロって言われるのも、まあ、ね、いろんな意見ありますよ。明るくなってきた、向こう。伝わるかな？あ、まだカメラだと伝わんないかな。カメラだとわかんないね、明るくなってるの。ちょっとずつ明るくなってきたよ。あと30分ぐらいで。いいよいいよ、気にしないで。誰のせいとかないから。全部自分のせいだから。俺のせいだから。スポーツをバカにするな。今いるとこ10度くらいなんだ。結果さんいらっしゃい。まあ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 、いいじゃん、いいじゃん。批判も、受け入れていかないと。初見さんいらっしゃい。愛子さん、楽しんでてください。ありがとう。もしよかったらフォローしてください。パルパルの旅配信で花火いっぱい。まあね、人のことは人のことだから。俺は俺、人は人。まあまあいいじゃん。見てもらえるだけ感謝だよ。配信者なんか見てもらえなかったらゴミクズなんだから。ありがたいよ。いろんな意見あっていいよ。まあ人格否定されたらさすがにブロックするけど。意見はいろいろあっていいと思うよ。寒い。T シャツ1枚に、この、
なんか、ユニクロの羽織るおしゃれ、じゃあダメだな、これ2枚。肌着、T シャツ2枚着てるのじゃダメ。T シャツもう1枚着ればよくね。T シャツもう1枚着ようか。あ、でも、くせえな。昨日洗濯してねえから。T シャツ重ね着はすればよかった。寒い。月が沈んだね。バカありがとう。今夜は浮気してみてますよ。え、どういうこと？秘密基地さん。どういうこと？ココタンいらっしゃい。エリさん、風船5個ありがとう。ありがとう。助かるよ。いや、嬉しいよ。好きで見てくれたって言ったの。忘れないよ。でも、ほら、俺の生き方だから、これは。リスナーさんに支援されて生きてるっていうのは事実だからさ。それはさ、やっぱ嘘をつくわけにいかないじゃん、高弘さんに対して。俺はこうやって飯食ってるし、これで映像表現ができるわけだから。そこ否定されちゃうと、困っちゃうよ、小好きだって言われちゃうと。旅配信2日目。だから気持ちは嬉しかったよ。お前いいやつだなって。でもさ、俺はなんでこれが放送できるかって言ったらさ、いろんな人に支えられてるからなんだよ。飯食ってかないと。嘘はついてないよ。だから、まあ、不快な思いさせてごめんね、高弘ちゃん。ごめんね。でも、これは俺のライフスタイルだからさ。例えばさ、ボクサーに対して人殴る職業だから嫌いって人もいるわけじゃん。人殴るのが仕事なんだから。でも、それでね、夢を与えてる人もいるわけだから。俺は、リスナーさんから金もらうしか、ね、俺はこうやって生きていくしかねえんだわ。だからまあ、そこが嫌いって言うんだったらもうしょうがねえよ。それは。受け入れるしかねえから。それでも俺はみんなに会いたいと思ったから。家で雑談してるだけじゃなくてみんなに会って感謝したいと思ってるから。だからごめんね。不快な思いさせて。まあ自由だけど、まあ嫌われることもあるよ。ああ、寒い。輝く太陽は俺のもので。風に吹かれて歌おうか。老後不安あるよ。でも俺みたいな人間はすぐ死ぬよ。お金がないなら歌を歌うんだよ。お金がない。その人生楽しいよ。最高の人生だね。輝く太陽は俺のもので、きらめく月はそうお前の涙。普通の顔したそういつもの普通の、風に吹かれて消えちまうのさ。当たり前に過ぎゆく毎日に、恐れるものなど何もなかった。本当はこれで、そう本当はこのままで。風に吹かれて消え、何もかも素晴らしいのに。明日にはそれぞれの道を追いかけて行くだろう。風に吹かれてゆく。カメラ映んなかった。シャドウやったんだけど。こうさよならさ、今日の日よ。
昨日までの優しさよ、手を振って旅立とうぜ。いつもの風に吹かれて。一番に似合うのは達成不可能って言われてるね。不可能なことをやりたいんだよね。見慣れたいつもの街を過ぎれば、そしてらぬ顔そびえるビルの角、遠くで聞こえる、そう遠くで聞こえる、街の音に耳を貸せば、悲しみは、優しいふりしてこの街を包むだろう。お前に会いに行くまで、ああさよならさ今日の日よ、昨日までの優しさよ、手を振って旅立とうぜ。いつもの風に吹かれて、見慣れてるこの部屋も、俺たちの優しい夢も、手を振って旅立とうぜ。いつもの風に吹かれて。まだ明るく、お、明るくなってきた？見えてきた？だんだんちょっと森の影が見えてきた。森の影見えてきた？明るくなってきたよ。伝わるかな？伝わる？明るくなってきたの。だから別に買うことは強制してないわけじゃん、支援は。俺は一人一人にありがとうって言ってるだけだから。何でもかんでもただただただっていう無料が偉いわけじゃないんだよ。資本主義なんだから。お金かかるんだよ、生きていくことには。ただでやることがいいことってわけじゃないよ。何でもかんでも。なんか誤解してる人がいるけど。だから一人一人に会ってありがとうって言いたいっていうのは本音だよ。別に、全員が全員に買えって言ってないよ、俺は。コロコロ変わってる。何が変わったの？どの意見が変わったのか指摘して。どこがどう変わったの？1000円とか値段つけるのや、紛らわしい。1000円って値段をつけてる。まあ、払わなきゃいいんじゃないの？それに否定的な人はさ。でしょ？支援を募る、感謝を伝えたいっていうのは偽物に見えるから、そういう発言があるのか。どうなんだろうね。どうなんだろうね。逆に俺はリアトツして何もしないけど1000円くれ、感謝の言葉を述べろっていう態度の方がおかしいと思うけどな。電車代もかけて日本中回れる？じゃあみんなは。電車代をかけて、宿泊代をかけて、仕事もね、全部やめて、みんなに会いに行って、で、ただでステッカーよこせって、ちょっと無理があるんじゃないかな。誰も頼んでないよ。頼んでないよ、全然、リスナーさんは。感謝を伝えたいのは、誰さ？
誰の旅さ、俺の旅だよ。だから別に感謝伝えてるじゃん。でしょ？感謝を伝えていってるじゃん。まあ別に支援するしないわ。強制してないよ。口でなんだ。口で動いてる。じゃあ金いらないよね。金はいるでしょう。どう考えても。さっきから言ってるけど、タダで放送できるわけじゃないんだよ。パソコン、カメラ、懐中電灯、電車代、宿泊費、食費、全部必要なんだよ。趣味じゃないんだよ。趣味でやってるんだったらいいかもしれないけど。これで食ってかないといけないわけじゃん。リスナーさんがステッカーの値段決めたら、どうなんだろうね。ああ、いや、台本って言われても、つばねやんの放送俺見てねえからわかんねえけど。お会いして短い時間でしたが、お話して和道さんは体張ってると思いました。ああ、ようちゃんありがとう。やっぱ綺麗事言っちゃダメだ。500円支援したら、その場合ステッカーは？ 500 円支援したらステッカーはないよ。ないよ。ないよ。1000円で共同感を得たい人は実際いるんだから、気に食わんやつは見る。見るなっていうかさ、見てもいいんだけど、別に金払わなければ、まあ、損をしないじゃん、誰も。1000円で販売じゃん。支援とか、なんだろう。なんて読むんだ。支援とか、詭弁かな？詭弁になるよ。いや、だから否定的な人は支援しなきゃいいんじゃない？どうなんだろうな。和道が勝手に旅して、周りも勝手に支援してるだけだろ。だから支援しなければ本人は損しないし、支援したいって思ってくれてる人がね、いて、ステッカーも欲しい。俺も支援あると嬉しいって。誰が傷つくのかわかんないんだけど。自分の価値観を知りたいだけでしょ。自分の価値観は知りたいよ。それは知りたいよ。でもさ、誰も傷つけてないし、関わってる人全員喜んでるはずの。1000円してステッカーもらえて、リアルに携われてって。で、俺も感謝してるし。だって、もちろんただで一人一人に握手して、シェイクハンドしてありがとうっていうのも大事だけども、それ以上にさ、自分のことを支援して旅、この企画の参加者になってくれるじゃん。1000円を何の根拠をつけてんの？何の根拠って何？根拠がわかんないんだけど。1000円くれた人にはお礼をしますよって言ってるのよ。1000円も支援していただいたらその分お礼しますよって言ってるのよ。明るくなってきたね。500円は感謝するよ。今こういう場所にいんのよ、俺。やっと明るくなった。こういう場所にいんのよ。わかる？沼。池か。ここで配信やってんのよ。どうでもいいけど、1000円って値段がついてるのに、プレゼントは言葉としておかしいよね。どうなんだろうね。いや、おかしいと思ったら1000円しなきゃいいんじゃねえかな。どうなんだろう。サミー、じゃあ支援じゃなくて販売だよね。違う、順番が逆なんだって。先に支援をしてくれて、そのお礼として1000円払ってくれた人にはプレゼントしますよっつってんの。警察来て、これは1000円のお礼なんです。1000円からなんですって通用しないよ。するよ。するよ。するする。全然するよ。それは違うよ。寄付で買うだけでそこは分かって、君の場所と関係ない。路上販売は法律に抵触するから、それを回避するために詭弁を並べてるだけだろ。だから変えてるじゃん。販売はダメだから法律に則ってやってるんだよ。
警察におかしいって連絡がバシバシ入ったら通用しなくなるって。するよ。だってみんなそれやってるんだもん。ステッカー支援っていう形でみんな配信者やってるんだから。うん。そう、1000円支援してくれたら俺にシールあげてるっていうだけ。みんなやってるから規制されるんじゃん。まあ、規制されたら法律にのっとって、それはやらないよ。うん。赤信号を渡ってるわけじゃないじゃん。全然。だから法律にのっとってルールを改変したわけでしょ。例えばさ、ボランティアのなんとかバンドってリストバンドあるじゃん。募金はいくらでもできるけど、1000円募金したらリストバンドあげますよとか、海外でもあるんだよ、普通に。調べてもらったらわかるけど。800円の募金はタダですけど、もし1000円、例えば、歌詞91、911テロのグランドゼロっていうところだと、1000円払うと、1ドル、ん ?10 ドルかな ?10 ドル払うとリストバンドくれるとかあるんだよ、全然。苦しくないでしょ。販売じゃないよ、全然。うん、ありがとう、ラクダさん、うん。ありがとう。明るくなってきたね。うん、どうだろう。じゃあ、俺の言ってる、その1000円でステッカーを販売するのは別にいいじゃんと思う人は手挙げ。いいじゃない別にって、誰も騙してるわけじゃないし、やってもいいんじゃんっていう人は手挙げ、賛成派ね。反対派の人は手下げ。どれくらいいるのかやってみよう。まあいいんじゃんっていう人は手挙げ、ダメだっていう人は手下げで、どれくらいいるかやってみようよ。うん、うん、まあ、ほとんど手上げじゃん。うん。うん。支援してもらうのに値段をつけてるわけじゃない。支援は別に。1000円もらったら渡すだけで、500円でも100円でも受け取るよ、俺は。うん。うん。まあ、だからこれが現実だって。ありがとう、みんな。うん、ありがとうの、ありがとう。だから少数、まあ少数派だから間違ってるとは言わないけど、うん、別に悪くないんじゃんって思ってくれてるわけだから。うん、俺は嫉妬がどうのこうの、俺は言ってないよ。うん、俺に感謝としてシールあげてるだけだから販売してるわけじゃないんだよ。そうそう。だ、支援しなきゃいいだけだから。この度の企画自体に賛同してないでしょ。現実反対が多い。アンケート機能はないよ。ふわっちにはアンケート機能自体がない。うん。300人見てて10人しか手上がってない。なあ、それは苦しいよ、いくらなんでも。それはいくらなんでも苦しいよ。割合でしょ。ロムセンさんもいるんだから。負けた時の言い訳としてそれは苦しいよ。事実は事実で認めようよ。明るくなってきたから映るかな、そろそろ。今いる場所こんな感じです、皆さん。沼、池か。明るくなってきたね。太陽が出てきました。こんな感じですね。こんな感じです。何もないです。裏手も。民家すらない。うん。だいぶ明るくなってきたね。もう、あと何十分かしたら、30分ぐらいしたら明け方っすね。長いけど。明るくなってきたね。賛同してないのと同じ。それは抜け策、ちょっと苦しい理論じゃないのかな。
まあいいんじゃない？俺の方が正義だ、俺の方が人数多いって、ね、言いたいんでしょ？和道の方が苦しい。まあだからそう思ってればいいじゃん。はい、ワード2ユースケさんいらっしゃい。買えるっていうか、支援をしていただいたら、1000円につき1枚プレゼントって感じですね。うん。だから別に、10万円、支援いただいたら100枚を渡すし。うん。うん。アリータンリードありがとう。寒い。うん。100円で寄付してあげたらいいやん。それでこの問題は偽善じゃなくなる。偽善じゃなくなるっていうか、善じゃないから、まず。前提が。あのね、例えば、なんだろう。あの、道端でさ、すれ違った時にさ、ライブパフォーマンスとかにさ、なんだろう。なんだろうな。お金投げて、投げ銭なわけでしょ？支援って。このバンド活動にって。見返りまず求めてないよ。俺が投げるときって。募金するときもそうだけど。その人が頑張ってるからやるわけよ。で、ある程度してくれたら返すっていうだけじゃん。ここに何の問題があるのかわかんないな。別に、善だっていい、善でも悪でもないと思ってて。1000円で買うんじゃなくて1000円で交換する。うん、でも最初から言ってる方が良くない？俺の気分で100円にも渡す。100万円にも1枚渡すだったら俺不平等感あると思うけどな。俺だったらなんであいつ100円で1枚なのに俺1000万払って1枚なんだよってならない？そう思わない？みんなが100万円渡した人と同じ1円、1枚、100円の人同じ1枚、1円の人同じ1枚だったら不公平感出ない？俺だったら出るけど。だったら1000円以上払わなかったらありませんよって申告してるわけじゃん。1000円につき1枚。お渡ししますよって。と思うけど、その方がまだ、じゃあ1000円払わない、1000円払う、俺は1万円払うでいいと思うけどな。うん、値段をつけてるね、うん。だって原価がかかってるわけだし、うん。ステッカー代で旅費にしてるんじゃなくて、支援をしてもらって、あくまで旅の企画とか俺に会うことに、俺の活動に支援をしてくれて、で、1000円やったらお礼を返すっていうスタイルなのよ。うん。いや、販売はしてないけど。何回も言うけど。うん。あくまで俺の生き方に支援をしてくれてる人に、だからさ、あれだよ、クラウドファンディングで1000円の人はこれをしますってあるでしょ。クラウドファンディングで100円だったら何もないけど、1000円払ってくれたら、これをやります。3000円の人はこの特権がつきますって、クラウドファンディングあるじゃん。うん。でしょ？なんでステッカーの原価の話をしたの？ステッカーに原価かかってるじゃん。原価かかってるじゃん。原価の話するでしょ。うん。でしょ？スルーするな。100万集まったから旅スタートしたんだろうよ。違うよ。抜け作さん、前提が違うよ。俺、旅の企画のためにお金を集めたこと一回もないよ。抜け作さん、まず根本が間違ってて、100万円貯まったらスタートしますとか、1万円貯まったらしますなんて言ったことも言ってないから。うん。まず、俺のにわかなんだよ、それが。そう。俺はこの旅の企画に対してお金の資金を募ったことは一回もないです、放送で。うん、ないです。旅の資金を募ったことは一回もありません。ないです。まあ、一服しよう。
だいぶ明るくなったね。もうバッチリです。バッチリ。だいぶ明るくなりましたね。おはよう、寒いっす。寒いっす。旅配信の資金を募ったことは僕は一回もありません。CD のジャケみたいだね。今ね、唐辛子。絶景だね。こんな感じ。こんな感じです。バドーの放送を見てるやつなら聞いてるよ。100万円貯まったら旅に出るって。旅資金ってことは俺使ってねえわ。100万円貯まったら旅に出るって僕の言ったこと聞いたことある人。いる?100 万円貯まったら旅に出ますって俺一言でも言った?言ったことある?ないよね。旅資金を募ったことも一回もないよ。ないです。完璧に嘘。それは。スナフキンになるための旅だから。スナフキンと、車虎次郎。車虎次郎っすよ。ああ、寒い。旅を作る、違う。旅の資金じゃないのよ。俺のライフスタイルとかこの放送を支援するかどうかなんだって。旅は俺の生き方だから。配信を、応援してくれてる人がアイテムくれてるの。俺の放送を続けてって。あとこれ専門業にしてって。少しでも飯とか宿代とかにしてっていう人が支援してくれてんの。アイテムも何もかも。アイテムしない人が言ってるんだよ。アイテムも支援もしない人がなぜ文句言うの?したことある?俺に支援。なぜ文句を言うの?旅の支援じゃない。俺の生き方の支援。俺のライフスタイル。和道っていう生き方を買うかどうかなんだ。詭弁でも何でもいいよ、別に。なんで支援をしてない人が文句を言うのかわかんのよ。いや、だってそうじゃん、実際。アイテム支援してないじゃん。支援してる人が言うならまだわかるけど。反対意見なんだからさ、そもそも俺のこと支援してないわけよ。鼻っから。はい、来たじゃなくて、実際事実そうなんだよ。本質から逃げてないよ、全然。大通り出たら右に曲がってずっとまっすぐ行くと快活クラブか、2キロ先にある。そこ差はない。どうしようかな。だから偽善どころか善ですらないのよ。俺は善を名乗ったことないの。これが正しいって言ってないのよ。そもそもジャスティスを掲げてないの。これが俺だって言ってんのよ。アイテムありがとう。アイテムありがとう。ともちゃんいつもありがとう。いいんだよ。応援してくれてるいいんだよ、全然。ただ、誰もアイテムしなかったら生活できないのは事実なんだから。真実どうでもいいけど景色見せよう。曇ってるけど綺麗っぽい。こんな感じだね。どう?小坂池です。どうすか?明るくなってきた。小坂池です。ただ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 って言ってさ、無料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 っつってさ、何もできないよ、無料だったら。鳥の鳴き声もいいね、起きてきたね。全部無料で世界が回るの?回らないよ。それが正しい世界なの?ここ日本だよ。働くっていうことはいいことなんだよ。なんか勘違いしてるよ。お金を稼ぐって誰かの役に立ってることなんだよ。
誰かが価値があるって見出してくれてるからお金を払う人がいるんだよ。なぜそのことを否定するのかがわかんない、俺は。頑張ってる人をなぜその否定するのかがわかんない。自分が頑張ってないからなんじゃないの？頑張ってる人がさ、憎いんじゃない？俺、それは違うと思うよ。人の生き方にケチつけるほどさ、くだらないことないよ。自分がそれをしなければいいだけな。それは苦しいよ、ちょっと。俺はそう思うよ。4キロさん気に、エースシャワーなさそう、東金でも、快活クラブ東金店しかなさそう、風邪ひくなこれ。どうしようかな。とりあえず小佐川池出るか。とりあえず行動しよう、明るくなったから。歩こう。議論は終わりだ。行動しよう。ちょっとゴミ箱そこにあるから、ゴミ捨ててくるわ。俺は俺のことを応援してくれてる人に感謝しかできないんだよ。悪いけど。悪いけど。アイテムだけがリスナーの数だと思わないよ。俺はそんなこと言ってないよ。ただ、お金を払ってる人と、お金を払ってない人は、平等に扱うことはしないよ。みんな一生懸命働いたお金を俺に投資してくれてんだよ。うん。見ることも応援、コメントすることも応援、アイテムすることも応援。だけど、みんなが美味しいご飯食べれる額を俺に払ってくれてんだから、気持ちが違うよ。全然。いや、俺に価値を見出してないわけだから、アイテムしてないのは。この放送が見れてるのはアイテムしてくれてる人のおかげで見れてるっていう感謝の気持ちが湧かないのは人としてクズだよ。正直言うと。文句言うだけ言ってんだから。
それで文句を言って応援だと思ってるのは勘違いだよ。人として。社会でそんなの通用しないよ。見返りはこの放送を見せることしか俺にはできない。だからこの放送自体が見返りなんだって、そこに気づいてよ。俺は別に自分の言ってることが常識だとは思ってないよ。常識があるんだったら配信者なんかやってないよ。俺はそんなこと言ってないよ。勘違いしないで。俺の、これが俺の生き方だっつってんの。これが俺の人生なんだって言ってんの。俺はマイノリティだよ。で、申し訳ないけど、それに文句があるんだったら、見なきゃいいんだよ。俺、抜け作さんに見てって、抜け作さんがいないとダメだって一言でも言った？抜け作さん見てください。あなたがいないとこの放送成り立ちませんって一言でも言った？抜け作さんが勝手に来て文句言ってるんだよ。言ってないよね、うん、いや見なきゃいいと思ってるよ抜け作さんは。俺はその方が幸せだと思うよ。抜け作さんは嫌な思いしないんだからでしょ。俺の放送を見て嫌な思いしてるんだったら見ない方がいいよ。俺は応援してくれてる人のことを大事にするし本当に感謝してるし、でも別に抜け作さんは嫌な思いするんだから、見ない方がいいと思う。これ本気で言ってるよ。うん、お互いにとっていい関係じゃないよ。応援できない人をなぜ見るのか俺にはわからない。別に抜け作さんが見なくても俺困らないから。正直言うと。抜け作さんが見なくても俺困らないから。少なくとも普通に見てくれてる人とか応援してくれてる人の場の空気を乱してるっていう自覚がないっていうのは結構危険なことだと思うよ。この道やべえな。おお、ほけっきょ。おお、ほけっきょ。
すごい景色だね。すごい景色だな。マッサージなくなったらって言うけど、タラレバの話は俺あんま好きじゃなくてさ。うわすげえ跳ねた。跳ねた。跳ねたね。なんか言いたい人がいっぱいいるんでしょう。俺は抜け作さんの人生何やってるかどんな人か知らないからさ、抜け作さんの人生を否定することはできないけど、批判もすることはできないけど、なんだろう、自分のやりたいこととかやるべきことを決めてさ、それに向かってやっていくだけだよ毎日。そうそう、見たい人が見れば OK だと思ってる。応援してくれてる人はフォローしてさ、頑張れって声かけて会いに来てもらえたら嬉しいよ。桜咲いてるよ。初見さんいらっしゃい。今から僕は街に向かいます。そう、寒すぎる。足がしびれてる。ずぶ濡れになって冷たくなって、足先の感覚がないですね。指先の感覚が。寒い。初見さんありがとう。面白かったらフォローしてください。日本全国を旅してます。日本全国旅してます。俺の放送に囲いはいらない。アンチも囲いもいらない。これが欲しいのはリスナーさんとファンが欲しい。囲いっていうのは囲い込みって言って、普通のファンが嫌がる行動をする人なのよ。誰々くんこっち向いて。誰々くんの家に行きたい。誰々くんなんでこんなことするの。誰々くんはこんな人じゃない。これが囲い。一般人からしたら迷惑です。普通のファンはグッズを買ったりコンサートを楽しんだりするでしょ。囲いとアンチは一緒。ありがとう。バーガープレゼントありがとう。頑張ります。ありがとう。頑張ります。ありがとうね。初見さんありがとう。面白かったらフォローしてください。そうだね。これが真っ暗な状態でこれを歩いてた感じ。今、舗装されてるけど、コンクリだけど、これがね、べちゃべちゃの、ぬかるみの中を歩いてたのよ。だからライトがないと、きついって言ってたの。明るいと綺麗だね。あ、応援してくれる方、ぜひアイテムお願いします。この放送のスポンサーになってくれる人、皆さんのアイテムで生きてます。もしよかったら応援してくれる人、アイテム、お金に余裕のある人で構いませんので、アイテムいただけると嬉しいです。ハートプレゼントありがとう。アイテムありがとう。ありがとうございます。風船ありがとう。ありがとうございます。風船20個ありがとうね。ハートプレゼントありがとう。
ともちゃんありがとう、いつも。ありがとう、アイテム。頑張るね。みんなありがとう、アイテム。ありがとうございます。まあ、お金は信用だよね。価値をつけてくれてるわけだから、10円でも20円でも。お金は信用だよ。お金が信用なのは、だって信用創造ってことは、お貨幣そのものが信用なんだから。ありがとう、みんな。こういうぬかるんだ道が嫌なんだよな。こういう下り坂だと滑るんだよ。うぐいっすか。すごい道だな。お金が一番、うん。お金が一番、うん。まあ、生きていくためにはお金は必要だな。風船30個ありがとう、コリンセンさん。ありがとう。ずっと歩いてたね。いやー、いい景色だ。おい、いってらっしゃい、コブラ。お姉ちゃん、かわいい。お姉ちゃんはいいよな。かわいいだけで2、30万もらえるんだもん。一晩で。かわいいは正義だよな。かわいいは正義だよ。いろんな意見があって、いろんな人がいていいと思うよ、配信は。綺麗だよ、みんな。ほら、見て。綺麗じゃない？うん、そうだね。海外で配信もしたいね。それこそさっきノルウェーっていうね、コメントもあったけど。いろんな世界を見てみたい。みんなに見せたいね。美しいね。地球は美しいよ。地球は綺麗な星だよ。もう10分明けましたね。夜が明けました。今日も一日みんなよろしく。よろしく。よろしく。おはよう、みんな。おはよう。風船10個ありがとう。頑張れ頑張れ。釣りの人帰ったんじゃないかな。すごいな。東京では考えられない景色だな。奥の方に桜があるね。あの道をずっと歩いてきたんだ。うん、おやすみ、ヨちゃん。ありがとうね。車で送ってくれて。アンズさんにもよろしく。ありがとう。忘れないよ。お幸せに。ありがとうね。ハリセンミノルさん。俺の放送に囲いはいらない。いろんな意見があって、いろんな多様性があって。でも、分かり合ったり、分かり合えなかったり、出会ったり、別れたり。でも、みんなにとって大切な人になれたら嬉しいよ。インターネットの中かもしれないけど。
所詮ネットの中のね、一人間かもしれないけど、みんなのね、暇つぶしができたら俺はそれで幸せだよ。うん。左足の親指が麻痺してる。左足の親指の感覚ねえな。まあ、凍傷とか起こるレベルじゃ絶対ないから、風呂に入りてえな。向こう側まで行くよ。いや、発言は青臭いかもしれないけど、行動はしてるぜ、俺。バンコさん。発言が青臭いんだよ。でも行動はしてるぜ、俺。それこそ口だけのやつと一緒にしないでほしい。言ったことちゃんと守ってるぜ、俺。足臭いだろうね、抜け柵。臭いだろうね。生乾きになったら一番臭いから。今日は銭湯行きたいな。お茶か風呂なんか入らねえよ。どう考えて、何考えてんだよ、お前。こんなでけえ風呂入らねえわ。アホか、お前。お茶か風呂とかなんだ、お前、それ。入るわけねえだろ。いやー、いいお湯ですねーって入るわけねえだろ。バカか。なんだ、お茶か風呂。語呂が良すぎるわ。風邪ひくわ。青臭いっつうのは褒め言葉だぞ。好意的に受け取っとくわ。いやー、カバン重っ。このリュックで正解だったわ、リスナーさん。リスナーさんがおすすめしてくれたリュックなんだけど、これ普通のリュックだったら歩けなかったよ。登山用のリュックで。やっぱ、あれだね、バックパッカーは、分かってるんだね。何が必要なのか。期間中、家に帰るよ。企画とか、イベントの依頼とか来たら、稼がないといけないから、仕事の依頼来たら、家に帰りますよ。いや、青臭いっていうハードボイルドなんでしょ？ハードボイルド界では褒め言葉だから。青臭いって。片茹で卵なんでしょ？すげえ景色だな、おい。すげえ景色だな。すげえな。リュックはね、23,000 円の40リッターの登山用の、要はバックパッカーが背負ってるようなリュックだね。見せようか、リュック。リュックはこんな感じ。よいしょ。腰のベルト、あー、ちょっと待って。配線が繋がってるから。よいしょ。腰のベルトで、こう、支えてる、こういう登山用のバックパッカーのリュック。チェストでも止めてるし、ここにも、ここにポケットもある。腰と胸と肩で、もう4点で止めてんの。ああ、釣り人。釣りやってる人がいる。こんな感じっすね。赤のカバンでやるっつってたんだけど、さすがに無理があるって、あれ2キロなんだよ、体も。重たすぎるから、やめとけって言って。山手線の革靴配信と同じ結末になるぞって言われて。リスナーさんの言うこと信じてみたよ。これはね、なんか結構名門なんだって。このバック界の中では。
一生使えるよって言われた。これ買っておけば。長旅するんなら高いの買った方がいいよ、このメーカー。三つぐらいメーカーを教えてもらったんだよね。オスプレイと、ブラックダイヤモンドと、なんだっけ、このメーカーの名前覚えてないけど、イギリスのブランドだって。靴はね、スニーカーオールスター。リュックはね、2万3000円。これは。2万3000円です。太陽が明けて、明け方になってきたね。洗濯もしたいな、そろそろ。ちょっときついね。靴、途中で変えたいね。これからどうしようか。駅向かう？歩いて。それとももう一泊どっかで満喫入る。風呂に入りたいな。近場で風呂ないかな。温泉行きてえな。おはよう。まあ、朝5時の配信スタイルじゃないよな、これ。朝5時に何やってんだ、こいつだよね。でも、みんなありがとね、フォローしてくれて嬉しいよ。頑張るよ。あ、寒かった。あったかくなってきた。体が温まってきた。ノースフェイスかな？それかな？ノースフェイスかな？イギリスのブランドって書いてあった。うわぁ、超いい天気。超いい天気だよ。どうしようかな。いや、結局ね、俺はね、言葉とかね、発言とかじゃないんだよ。愛があるかなんだよ。愛は伝わるんだよ。ここ心霊スポットだけど、まあ、ね、明るくて心霊スポットっていうの無理がある。要はね、途中まで歩いてたんだけど、この山道、向こう側を。懐中電灯壊れちゃって、開けるまで待ってました。ジェイさん。そしたらすごい絶景の、この、大草原。大草原ですよ、皆さん。すごいよ。うぅ、ちょっとここで休憩する？すごい景色だよ。いい景色でしょ、ほら。伝わるかな？ああ、太陽は、明けの明星だよ。すげえ、大草原で明けの明星だよ。すげえわ。オーシャンビューだよ、みんな。オーシャンビューだよ。すげえ。桜も咲いてるよ。景色綺麗だね。いいね。よかった、旅に出て。すげえ。桜もちらほら咲いてるね。よかった。いや、こういうのをリバーサイドって言うんだろうな。よし、行きます。行こう。
これはね、なんだっけ。小坂池だから池だね。うん。池です。でっかい池。こっち側も池だし。池ですね。池池。全部池。うん。でっかい池ですね。やべえ。下りは危険だからな。下り危険。昨日の心霊スポットは警察官2人来たね。不法侵入になっちゃうんでお引き取り願いますって感じだった。はーいっていう感じだね。すんませんって。ごめんなさいです。あれ。いや、特になんもない。3回転びかけたって。ただ、小坂池の方はなんか、あ、違う、足が見えたっつってたよね。そういえば思い出したんだけど、なんか足が見えたって騒いでたよね、向こう側で。思い出したわ。言ってたよね、リスナーさん。足が見えた、足が見えたって。あれ何だったんだろう。そういえば言ってたわ。今日この池の、その中腹のところ、上り坂のところに足が見えたっつって、みんな見えた見えたってコメントあったよ。あれ本当なの？なんか女の人の足が見えたって。靴？なんか言ってたよ。思い出したわ。あー、こんなのボート最高じゃん。ボートもあるんだ。え、見た人いる？足。あとであれじゃん？タイムシフト見て、あったぞって言うんじゃん？靴だか足だか忘れちゃったけど、そこは。確認したけど、全然なかったけどね。なんか見えたらしいよ、足が。あ、終わりだ！来た！ゴールでーす！皆さん、ゴールでーす。ありがとね。小坂池制覇です。時間かかったな。何時間かかった ?3 時間。3時間は結構辛いな。制覇です、小坂池。幽霊の靴、いや、女の人の靴って幽霊ってわけじゃなくて、女の人の靴が靴があって騒いでたよ。ボート有料か。さて、どこ行こうか、みんな。駅まで。駅行かないとな。350名さん、おはよう、みんな。おはようございます。桜だね。綺麗だね。今ね、ぐるーっと回ってきたの、こんな感じの池。小坂池です。すごい遠かったよ。すごい遠かった。結構、外周何キロって言ったっけ？ 4 キロだっけ？でっかいでしょ？これぐるーっと回ってきたんだよ、奥まで。おはよう。みんなおはよう。さて、次はどこ行こうか。スタート地点に戻ろうね。すごい距離歩いたな。そうそう、釣り人2名に遭遇したかな。亀は見なかったな。真っ暗だったかんね。こんな感じ。これをぐるーっと回って歩いてきたな。あの森の中を。
いやー、いいスポットだな、ここ。心霊スポットっていうよりも。桜もね、そろそろ終わりだね。すごい距離だね。これだもん。これ回ってきたのはすごいよね。ね、1時間ぐらい向こう、1時間じゃない、2時間向こうにいたんだよ。2時間向こうで休憩してたんだもん。寒かったよ。今歩いてるからあったかいし、太陽あるから。いい住宅街。わかる？東金って何もないでしょ。なんか近隣住民が通報しましたって、これ無理あるよね。いや、苦情が来たんですよーって言われてさ、近隣住民の方からって、絶対声届かねえから。絶対声届かないでしょ、こんなの。あっちでさ、あっちでさ、ウィーとか言っててもさ、こっち側にさ、近隣住民に苦情が来るわけないじゃん。アンチも考えて通報しろよっていう。無理があるよ。景色いいね。まあ、田舎だからね。この辺は。明かり見たんだよ。無理でしょ。あそこの奥にいたんだよ。あそこの奥にいて明かりは無理でしょ。おはよう、カナリア。無理があるわ、それ。明かりがなんだって話でしょ。月の方が明るいわ。魔導のおしっこ飲みたい。そうですか。明るいからなんだって迷惑にならないでしょ、こんなの。あんな奥の方で。どんだけ目がいいんだって話だよね。ウルトラマンかよ。いや、無理でしょ。言い訳が苦しいわ。それは警察も苦笑いになるよね。あれ？にゃんこ？にゃんこ？にゃんこ？おはよう、にゃんこ。おはよう。いい天気だね。いいとこ住んでるね、にゃんこ。鍵しっぽだ。おはよう。にゃんこおはよう。うん。いや、これを近隣っていうのは無理があるよな。にゃんこおはよう。おはよう。よし。おはようにゃんこ。逃げるな。夏気度ゼロだな。にゃんこじゃあね。頑張ってね。俺も頑張るよ。桜が綺麗だわ。桜が綺麗。かわいいね。よっしゃ、じゃあ朝の点呼しまーす。手を挙げてください。朝の点呼行きましょう。朝の点呼行きまーす。手を挙げてください。桜と朝日、最高だよね。桜と朝日なんて。はい、クラゲさんおはようございます。クラゲさんおはよう。ゆいが13発ローマンさんおはようございます。カナリアさんおはよう。ケッカさんおはよう。桃花のじさんおはよう。ロハコさんおはよう。ラクダさんおはよう。姫、うるわし姫さんおはよう。ジェイさん、リッポンさん、アキッサさん、トモさん、リータンリードさん、ユキスさん、アイコさんおはよう。みんなおはよう。うん。オナニーしてるので、あ、オナペットワドですね。バンコさんおはよう。マサヤンさんおはよう。みんなおはよう。パチさんおはよう。コリンセイさんおはよう。みんなおはよう。じゃあ、駅に向かおうか。ナビってくれてた人誰だったっけな。ナビしてくれた人。とりあえず駅の方行こうか。カナインさんおはよう。初見さんもぜひ面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。移動します。
日本は土地がないって嘘だよな。日本は国土面積少ないから土地がないって絶対嘘だよね。うん、めちゃめちゃ土地余ってるからね。都心に集中しすぎなんだよな。いや、俺ネタじゃないの。マジか。結構ゲイ受けするんだけどな。結構ゲイに受けるんだよ。さて、近隣の方でリアトゾッケーの人がいたらコメントください。どこ来てって。会いに行くよ。近隣の方で、もし近くに住んでる方で会ってくれる人いたら会いに行きます。お願いします。なんだこの画面。なんかおかしくね？バグってる。なんか変なバグり方してない？なんか気持ち悪い。何これ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 、え、なんか気持ち悪い動きしてない？ちょっと一旦取り落としてもいいですか？一旦切り替えてもいい？一旦切り替えても OK ですか？なんかバグってる。再起動したい。再起動してもいい？ OK。なんかバグってるから怖いから。画面プルンプルンだからさ。一回再起動します。取り落としでーす。トイレ行こう。トイレ行くわ。うん。トリオツー。なんか、空間が歪んでる。心霊現象みたいで怖い、これ。怖い、怖い、怖い。何これ。怖い、怖い、怖い。空間が歪んでる。怖いよ、これ。何これ。怖い、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 怖い。何これ。こんなの初めてなんだけど。怖い、何これ。何これ、俺配信長いけどこんなの初めてなんだけど。超怖えわ、この現象。何これ。顔が歪んだり、景色が歪んだり。何これ。怖い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 。何これ。取り憑かれた、このパソコン。ゆらゆらだよね。じゃあ、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。